カナダ製のラム巡航戦車を元に制作されたラムカンガルー装甲兵移入送車カンガルー装甲兵移入送車は第二次世界大戦中にイギリスやカナダをはじめとするイギリス連邦諸国が戦車の車体を流用して制作した装甲兵移入送車である第二次世界大戦中イギリス軍やカナダ軍をはじめとするイギリス連邦を加盟国軍の機械化不評は 移動手段として、ユニバーサルキャリアやアメリカ製の M3 ハーフトラックを主に使用していた。これらの車両は、不正地機動性や防御力において、トラックよりは、勝っていたが、戦車に追従するには、不十分なものであった上に、ユニバーサルキャリアは、搭乗可能な不評人数が少なかった。そこで、旧式化した、自走砲や砲塔を破壊された戦車の車体を、 改造して、元の砲塔や弾薬庫のあった部分に、不評の登場スペースを設けた改造型の、装甲兵員輸送車が開発された。構造としては、単純に元になった戦車及び自走砲から砲塔、もしくは砲を外し、車内に兵員用の簡易座席を設置したもので、兵員の乗り降りは元々砲塔が設置されていた部分や戦闘室後部から行われる。 特にハッチなどは装備されていないため、兵員室は上面開放の露天式で、航空機からの機銃操射や野戦砲の上空炸裂のような髪型からの攻撃には無力である。車体側面に上空ハッチを増設するといった改造は行われていないため、上空も決して楽なものではなく、元が戦車のカンガルーの場合、砲塔があった。 開口部から外に出た兵士たちは、素早く展開するには、車体上から飛び降りるしかなかった。このように、カンガルーはあくまでも余剰品を転用した暫定的な存在であり、実用的な面では、不十分な点も多かったが、戦車を元にしたものは、装甲が厚く、車体基準がそのまま残されているために、 露天式銃座を持つハーフトラックなどに比べると、乗員への防護力は高かった。また、戦車に楽に随伴できる、機動性の高さ、エンジンやトランスミッションなど、共用可能な整備性の高さは魅力であった。最初のカンガルー入装甲兵輸送車は、1944年6月に、カナダ軍によって、セクストン自走法に更新され、余剰となった。 M7 自走砲72両を元に製造され、カンガルーという愛称も、この改造を行った、野戦自動車賞で命名された。この車両は、M7 自走砲の手法を撤去し、砲のあった部分の前面を追加の装甲板で塞いで、戦闘室内に12名分の兵員スペースを作った、もので、極初期型の M7 自走砲のほか、M3 中戦車用のシャーシを用い、 サスペンションを新型に更新した初期型や、後に M4 抽選車用シャーシを用いた中期型からも改造された。1944年8月、装甲兵輸送車へ改造された102両が、カナダ軍の第1装甲兵輸送中隊に装備され、カーンやファレーズにおけるトータライズ作戦で使用された。その後、 ラム巡航戦車やチャーチル不評戦車を原型にしたカンガルー装甲兵移入奏者が生産され、それぞれラムカンガルーやチャーチルカンガルーと呼ばれた。この他、M4 宇宙戦車や、そのカナダ生産版であるグリズリー巡航戦車の砲塔を撤去して改造されたシャーマンカンガルーもあり、戦後にカナダ軍が M4A に E8 宇宙戦車から改造したものも確認できる。 この他、厳密にはこれらカンガルーには含めないとされることも、あるが、M3 系戦車や M5 系戦車を同様に改造した、車両も製作され、兵員輸送のほか、主に方権員車として用いられた。レバノン内戦で使用された、T、T-54 の車体を流用した、装甲兵員輸送車、第二次世界大戦が終結すると、カンガルー装甲兵員輸送車は、 走行兵員輸送車としては退役し、気候部隊や自走化砲兵部隊において、支援車両として少数が使われるのみとなった。対戦後、M113 走行兵員輸送車をはじめとする、走行兵員輸送車や、不評戦闘車の普及によって、そのような車両は必要ないとも言われていたが、 砲塔部分を破壊された戦車の車体を流用して装甲兵員輸送車として再利用するという考えは依然として残っている。冷戦終結後の提供度紛争の頻発と RPG-7 をはじめとする携帯式対戦車兵器の普及により従来型の装甲兵員輸送車や 不評戦闘車では防御力不足であると認識されるようになったため、イスラエルのアチザリットやナグマホン、ロシアの BTRT のように戦車の車体を流用した重装甲兵員輸送車内し重不評戦闘車が再び姿を現している。2000年代に入り発生したシリア内戦をはじめとした中東地域における一連の騒乱や内戦では、 破壊された戦車や自走砲を修理して、車体上に簡易的な兵員室を設置した、戦時急増の暫定型走行兵員輸送車を見ることができる。ありがとうございます。